読書するマグダラのマリアは、初期フランドル派の画カロヒール・ファンデルウェイデンが15世紀に描いた絵画。オリジナルは、オーク板に、油彩で描かれた遺体で、もともとはより大きな祭壇画だったが、後にその祭壇画が、複数枚に祭壇されてしまったものである。この、読書するマグダラのマリアは、その祭壇された、祭壇画の現存する断片の3枚のうちの一つで、 1860年以来ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵している。正確な制作年度は不明だが、1435年から1438年頃に完成を見たのではないかと考えられている。透き通るような肌、高い頬骨、楕円の目を持つ、当時の絵画作品の典型とも言える、理想化された上流階級の女性が描かれた作品である。描かれている女性は、 聖女マグダラのマリアとされており、その根拠として、伝統的なキリスト教芸術で、マリアを意味する、こういう壺が、画面前面の床に描かれていることが挙げられる。この作品ではマリアは、読書に没頭しており、過去の罪業を改審し、許された感想的な生活を送る人物として、表現されている。カトリックの伝統的教義では、マグダラのマリアは、 イエスの足に香油を注いだ、ベタニアのマリア、並びに、罪の女と同一視されている。図像学では、マグダラのマリアは、本と共に描かれ、陳首しているその様子は、涙に暮れているか、あるいは、目を背けて描かれることが多いとされている。ファンデル・ウェイデンは、マリアの衣服のシワや質感、マリアの後方に立つ人物が持つロザリオの水晶、室内の様子など、 細部にわたる非常に精緻な描写でこの作品を仕上げている。読書するマグダラのマリアの背景は、長い間オリジナルの状態から暗色一式で厚く塗りつぶされてしまっていた。しかしながら1955年から1956年にかけて作品の洗浄が行われ、描かれていたマリアの後ろに立つ男性と裸足でひざまずく女性、そして窓越しの外の風景が、 元通りに修復された。背景に描かれている二人の人物像が一部しか残っていないのは、読書するマグダラのマリアがオリジナルの祭壇画から切断された作品であるためである。リスボンのカルウスとグルベンキアン美術館には、聖ヨセフの頭部が描かれているとされる、聖ヨセフの頭部と聖カタリナを描いたとされる、聖女の頭部と呼ばれる、 読書するマグダラのマリアの3分の1程度の大きさの2点の遺体が所蔵されており、この2点の遺体がオリジナルの祭壇画から切断された断片の一部ではないかと考えられている。オリジナルの祭壇画は聖火話を描いたもので、ストックホルムの国立美術館にオリジナルの祭壇画から聖母子と聖者たちが描かれた部分を模写した1500年代終わり頃のドローイングが、 所蔵されている。このドローイングから、読書するマグダラのマリアは、オリジナルの祭壇画の右側部分であったことが、判明した。ファンデル・ウェイデンは、生前には、非常に成功した画家であったが、17世紀になる頃にはその名前は忘れ去られてしまっており、作品と影響が再評価されたのは19世紀初頭になってからのことだった。読書するマグダラのマリアに残る。 最初の来歴は1811年の即売会のものである。そのゴーランダで多くの画商を経て、1860年にパリのコレクターからロンドンのナショナルギャラリーが買い取った。この作品について美術史やローン・キャンベルは15世紀美術で最も優れた傑作の一つであり、ファンデル・エイデンの初期作品としては最も重要な絵画であるとしている。 マリアの顔部分の拡大画像書キルメサンス絵画に描かれたマグダラのマリアは複数の聖書における登場人物を混成したものだった。読書するマグダラのマリアでもカトリックの伝統競技においてマグダラのマリアと同一視されていたベタニアのマリアを元にして描かれている。ベタニアのマリアはキリストの足元に座して御言葉に耳を傾ける。 物静かな女性として表現され、感想的生活を象徴する。これに対して、マリアの姉マルタは、マリアに、接待の手助けを求める忙しい女性として、表現され、活動的生活を象徴している。ファンデル・ウェイデンはこの作品で、マリアを、首を軽くかしげてこの絵を見るものから上品に目をそらす、敬けな若い女性として描いている。 書物に没頭しているマリアは女性を防護する効果があるとされていた白い肌着などを着用した姿で表現されている。美術史屋のローン・キャンベルによれば描かれている書物は13世紀頃のフランスの聖書のように見え間違いなく聖なる書物である。当時の絵画作品で読書する女性を描いた作品はほとんど存在していないが文字を読むことができるということが 描かれている女性が上流階級の出身であるということを意味している。ファンデル・ウェイデンは肖像の姿勢に意味を持たせることが多く、この作品でも木製のサイドボードにもたれかかって赤色のクッションに座っているというマリアの半円状に描かれた外観が自身を取り巻くあらゆるものに対して挑戦とし無関心であることを強調する効果がある。足元には 福音書にマリアがキリストの墓に香料を持参したという記述があることからマリアを象徴するシンボルとなっているアラバスターのこういう壺が置かれている窓越しの景色には遠くの運河にユンデが立っている風景が描かれ対岸には運河の水面にも映る二人の人物像が描かれているウェルル祭壇がプラド美術館像ファンデルウェイデンの死と考えられている ロベルト・カンピンの作品とされている。描かれている聖バルバラのポーズが、読書するマグダラのマリアのマリアと似ている、受胎告知、ベルギー王立美術館像ロベルト・カンピンの作品とされている。描かれている聖母、マリアのポーズが、読書するマグダラのマリアのマリアと似ているファンデル・ウェイデン、が描いた、マリアのポーズは、ファンデル・ウェイデンの死と考えられている画家。 ロベルト・カンピンとその工房がよく、描いた宗教的な女性のポーズによく似ている。この作品におけるテーマ、色調ともに、プラド美術館が所蔵する、カンピンのウェルル祭壇画に描かれたセ聖バルバラに告示しており、さらにカンピンの作品ではないかと考えられている、ベルギー王立美術館が所蔵する、受体告知に描かれた聖母マリアにも似ている。 他のファンデルウェイデンの作品に見られる人物像と同様にこの作品におけるマグダラのマリアの表情は彫刻のようなくっきりとした表現で身につけている衣服も詳細に描かれている。中世美術においてマリアは羅針あるいは赤、青、緑などの鮮やかな衣服で描かれることが多く白の衣服で描かれることはまずない。 この作品でも緑のローブを身にまとった姿で描かれている。緑のローブは胸下の帯で強く締め付けられ、アンダースカートに施された錦織が装飾のようにローブの下に見えている。2009年に美術史家チャールズ・ダーウェントはマグダラのマリアが当時は娼婦だったと考えられていたことがこの作品から見て取れると指摘した。 それは、マリアのローブ裏面の毛皮に表現された毛羽と、頭部のベールからこぼれ落ちる髪の毛からだった。ダーウェンとは、軽く曲げられた、マリアの指は完全性を表しているかのようだ。無垢と感能との両方が表現され、ファンデル・エイデンが描いた、このマリアは、完全無欠で満ち足りているかのように見える。だが、その見方は、正しくないとしている。中世では、毛皮は、 女性の感動の象徴であり、マグダラのマリアを連想させるものとされていた。このことについて、中世歴史家のフィリップ・クリスピンは、ハンスメ・ムリンクやクエンティン・マセースといった芸術家が毛皮を身につけたマリアを描いたことに、言及し、ロヒール・ファンデル・ウェイデンの読書するマグダラのマリア以来、マリアは、毛皮で、裏打ちされた衣服で描かれるようになったと指摘している。 画面右下に描かれている、こういう壺とキーに一列に打たれた釘の拡大画像。金細工の帯飾りと影の表現にも注意。美術史やキャンベルは、この作品での細部にわたる詳細な描き込みは、ヤンファイエイクのそれを遥かにしのぐものであるとしている。マリアの唇は、朱色の濃淡と白、赤。 さらにそれぞれの混色で着色されており、唇の端に行くに従って消えるように薄くなっていく。ローブの毛皮の裏地には、ほとんど純白といえる色調から漆黒といえるような、色調まで様々な階調のグレーが使用されている。ファンデル・ウェイデンは、ローブの流れに沿って、絵筆を平行に用いることによって、毛皮の質感を表現し、顔料が乾燥する前に、 毛皮の毛羽立ちを描き入れている。金細工には、インパストの技法が用いられ、様々な色合い、大きさの点描と格子状の線描で構成されている。マリアの周囲に描かれている、様々なものも、非常に詳細に表現されている。特に木製の床面、釘、マリアの衣服のシワ感、窓越しに見える人物の衣服、ヨセフが持つロザリオのビーズなどに顕著である。 髪型から降り注ぐの光の効果も入念に計算され、ヨセフが持つロザリオのビーズは明るく輝き、光がもたらす意味への微妙な表現が、サイドボードの飾り格子本の金の留め具などにその効果を見ることができる。マリアは読書に没頭しており、自身の周囲には全く関心を払っていないように見える。ファンデル・ウェイデンはマリアを非常に正質な品位を持つ。 人物として描いているが、このような表現は、ファンデル・ウェイデンの作品にはあまり見られない。性質な雰囲気の作品を好んで描いた、ヤンファン・エイクとは、対照的に、ファンデル・ウェイデンは、当時のネーデル・ラントの画家の中でも、とりわけ感情表現豊かな描写をする画家だったと、みなされている。美術史アローン・キャンベルは、窓越しに描かれた、 小さな女性像と水面に映った女性の姿を絵画におけるちょっとした奇跡であるとし、細部における精緻な描写はヤンファンエイクを遥かにしのぎ、その技量は実に驚くべきものだと絶賛している。さらにキャンベルは、このような細部にわたる詳細表現は祭壇画としてあるべき場所に収められていたときには、 祭壇画から一定の距離がある回収には全くわからなかったことだろうと指摘している。しかしながらこの作品のその他の部分については、優れた表現とは言えず、創造性に欠けているとも言われている。ある評論家は、床部分とマリアの背後に描かれている、食器棚は、ほとんどが未完成のようであるとし、薄っぺらい印象しか与えないと評している。 食器棚の上に描かれた様々なものはオリジナルの状態から切り取られてしまった現在ではその基部しか見ることができない。右側の小さなピッチャーのように見えるものはおそらく生遺物を収めた小箱で左側に置かれているのは戸口を模した鋳造彫刻である。聖ヨセフの頭部カルーストグルベンキアン美術館21センチメートル かける18センチメートルヨセフの頭部が描かれているとされ、胸から下は読書するマグダラのマリアに残っている男性の体であると考えられているストックホルムの国立美術館が所蔵する聖母子と聖者のドローイングはファンデルウェイデンが描いたオリジナルの祭壇画を模写した終作の一部だと考えられている。このドローイングには背景や人物が大まかに描かれており、 画面左側から右側へと祝福のポーズをとっている、司教官を被り司教杖を手にした、誰であるのか特定できない司教が描かれている。司教の前方に上から下へと描かれている数本の波打った線は、司教の足元にひざまずいて、祝福を受ける人物の輪郭線を描こうとしたかのように見える。司教の右に描かれた裸足で髭を生やし粗末な衣服を着た。 福音記者、ヨハネ、中央やや右には、画面右へと身をよじる幼児キリストを抱いて腰掛ける。聖母、マリア、画面右でひざまずいている男性は、洗礼者ヨハネであると、それぞれ考えられている。このドローイングは、洗礼者、ヨハネのローブまでしか描かれていない。そして、読書するマグダラのマリアの、画面右に描かれている、赤のローブこそが、 このドローイングに描かれた洗礼者、ヨハネのローブであり、読書するマグダラのマリアの聖ヨハネが持つ杖が洗礼者、ヨハネのローブと接している箇所までがこのドローイングに描かれているのである。このことは、読書するマグダラのマリアがオリジナルの祭壇画から、最初に切り出されたであろうことを意味している。聖女の頭部、カルースト・グルベンキアン美術館、21センチメートル。 かける18センチメートル描かれているのは、アレクサンドリアのカタリナとも言われている。他の2点の作品に比べると、出来は良くなく、おそらくファンデルウェイデンの工房で、弟子たちによって仕上げられたのではないかと考えられている1811年以前の、いつかの時点で、オリジナルの祭壇画は少なくとも3枚に分割された。現在の、 読書するマグダラのマリアの保存状態は良好であるが、オリジナルの裁判画が何らかの損傷を受けたためで、あると考えられている。さらに、ネーデルラント絵画は、人気がなくなり流行遅れであるとみなされていた17世紀、初頭に、読書するマグダラのマリアの背景が、黒一式に塗りつぶされてしまっている。キャンベルは、背景が塗りつぶされた後に、 この作品が優れた17世紀オランダ絵画のコレクションに紛れて飾られていたとしても何の違和感もなかっただろうとしている現存する3点の断片の大きさと模写されたドローイングからするとオリジナルの祭壇画は少なくとも縦1メートル横1.5メートルはあったと考えられる司教とマグダラのマリアの位置関係ははっきりしているが 断片にもドローイングにも残っていない部分については全く判断ができないためオリジナルの正確な大きさは不明のままである。縦1メートル、横1.5メートル程度だったとすれば15世紀当時の祭壇画としては小さい部類になる。読書するマグダラのマリアの背景を塗りつぶしていた顔料は1955年になって除去され。 初めてカルースとグルベンキアン美術館が所蔵していた、聖ヨセフの上半身が描かれた、聖ヨセフの頭部との関連性が明らかになった。この2点の作品はどちらも来歴が全く残っておらず、1907年にフランスのシュレンヌのプライベートコレクションに記録されたのが最初だった。 読書するマグダラのマリアには、オリジナルの祭壇画に描かれていた二人の人物像の衣服の一部が残っている。左側の赤いローブはひざまずいている人物像のものである。この人物像は赤い服で描かれていることから洗礼者ヨハネを描いているとされている。マリアの背後には、青と赤のローブをまといロザリオのビーズを持ち、杖をついて立っている人物像が描かれている。 カルースト・グルベンキアン美術館が所蔵する聖ヨセフの頭部は背景と衣服が読書するマグダラのマリアに下半身だけ残っているこの人物像と合致する背景を塗りつぶしていた顔料が除去される前の1930年代に撮影された読書するマグダラのマリアの白黒写真背景が塗りつぶされた理由オリジナルの祭壇画が裁断された 理由ともにはっきりしたことは分かっていないカルースとグルベンキアン美術館には豪奢な衣服を身につけた他の絵画から切り取られたと思われる女性の頭部を描いた聖女の頭部と呼ばれる絵画が所蔵されている。1907年に聖ヨセフの頭部と同時にシュレンヌのプライベートコレクションに記録された作品で描かれている女性は聖カタリナではないかと言われている。 この作品で衣服に描かれている天使と背景に見られる川が読書するマグダラのマリアの騒害に描かれた川と繋がることから元々はオリジナルの祭壇画の断片でありひざまずいた姿で描かれていたのではないかと考えられているストックホルムの国立美術館のドローイングにはこの女性は描かれておらず可能性として衣服の輪郭のみが描かれているのかもしれないと されている。1968年から1973年にかけて、ロンドンのナショナルギャラリー館長を務めたマーティン・リビスや、ジョン・ウォードなどの美術史やは、この、聖女の頭部がファンデル・ウェイデンの新作あるいは弟子などの、ごく身近な画家の作品であることに、疑問の余地がないにもかかわらず、読書するマグダラのマリアと同じ祭壇画の一部であると、する説に懐疑的である。 これは、聖女の頭部に描かれた窓枠は単純なものであるのに、対し、聖ヨセフの頭部に描かれている窓枠はきちんと、面取りがされていることなどがその根拠となっている。このような不一致は、ファンデル・ウェイデンの他の作品には見られない。ただ、外観からすると、聖女の頭部も、聖ヨセフの頭部も、同じ1.3センチメートルという厚みで切り取られた、サイズも、 聖女の頭部が 18.6cmX21.7cm 聖ヨセフの頭部が 18.2cmX21cm と非常に似通った作品なのは間違いないローン・キャンベルは聖女の頭部について読書するマグダラのマリアに比べると明らかに質が劣っており優れた作品とは言えないとしているが聖女の頭部聖ヨセフの頭部 読書するマグダラのマリアが、元は、同じ祭壇画の一部であった、可能性はあるとしている。さらにキャンベルは、聖女の頭部の、画面右端には、下書きとして描かれた絵筆の跡だと思われる赤色の、小さな三角形がある。この赤い顔料は失われてしまった先礼者ヨハネを、描いた、輪郭線だったのではないかと指摘している。また、 聖女の頭部の災害園には学装を外した時にのみ現れる小さな欠片があり、ウォードはこの欠片にはヨハネが着用しているローブの日だが見られると主張している。ドローイング、聖母子と聖者の死境の右にはひざまずく人物の輪郭のような線が描かれた不自然な空白があり、描かれている。この輪郭線は聖カタリナであると考えられている。 現存している3点の作品には、この聖カテリナに合致する人物像は残っていない。しかしながら1971年に、美術史家ジョン・オードが、オリジナルの祭壇画には6名の聖人に囲まれた聖、母子が描かれていたという説を唱え、現在では、この推測が広く受け入れられている。19世紀以前の、聖母子と聖者に関する来歴は不明ではあるが、 1440年に、おそらく、ブリュッセルの工房で制作された、オリジナルの祭壇画から聖母子を写した彫刻が、ポルトガルに現存している。この作品で、ファンデル・ウェイデンは、マグダラのマリアを、ローマ教皇グレゴリウス一世の時代に、ルカによる、福音書11章に登場する改修した娼婦と、同一視された、ベタニアのマリアを元にして描いている。 その後マグダラのマリアは涙と読書とに関連付けられるようになり、罪人に回春の涙を流させるような、キリストの慈悲を象徴する人物となっていく。ルネサンス初期の芸術家たちが、マグダラのマリアのことを、涙や、見言葉を象徴する、穏やかな目をした女性、あるいは読書しながら、涙を流す女性として描いたことも、このような、 マリアのイメージを広く伝播させることに一役買った。16世紀にマリアを描いた絵画の中で恒例と言えるのがティントレットやティツヤーノの作品である。これらの絵画の中でマリアは書物を手にしており、本から目を背けて泣いている、天を見上げている、恥ずかしそうに作品を見る者の方に目を向けているなどの表現で描かれている。モシェバラシュは著書ザクライングフェイスの中で、 ファンデル・ウェイデンの時代には、背けられた、あるいは伏せられた目の描写は、泣いている様子の典型的な絵画表現になって、いったとしている。1435年頃にのファンデル・ウェイデンが描いた、十字架効果、の部分拡大画像。クロパのつままりの、涙にくれる目が描かれている。中世ヨーロッパでは書物を読むことが、宗教的な意味合いを帯びるようになっており、 個人的な信仰の現れであるとして他人の目に触れる場所では読書をすることがなくなっていった。ファンデル・ウェイデンはこの作品でマリアを室内で読書する女性として描いているがこれは15世紀半ばのヨーロッパにおける家庭的な女性の識字率や女性変身との増加という現象を反映したものである。宗教的書物が大量出版されるようになったことが当時の女性に 紙幣、自刀書などを身近なものにし、詩質でこれらの書物を読むことがごく普通になっていった。実在のマリアが書物に親しんでいたかどうかということとは、無関係に17世紀までには芸術作品におけるマリアの姿は書物と共にある女性として表現されることが一般的になっていく。これはマリアが キリストの卓形、埋葬とそれに続く、復活の両方に立ち会った女性であったことが、キリストの自責の伝道者であるとみなされ、聖書と不可分な存在とされたことによっていた。マリアは、キリストの教えを書物に象徴されるような言葉として広く伝える人物とされ、過去の自身の堕落と改修が記された書物を読む女性として表現された。 マリアが経験な改修にした元娼婦であると同時に、女性予言者、同志といった側面も、伝統的に合わせ持つ存在であることも、読書する女性という象徴性を強めている。カトリックの伝承ではマリアは、その晩年30年にわたって、サントボームで陰とン,ン生活を送り、常に書物を携えていたとされている。読書、筆者など書物に関することが、 マリアの晩年の瞑想や、改春の象徴となっていたのである。しかしながら、13世紀頃までのマリアのイメージは、長い髪を身に絡ませながら恥知らずな暮らしを送った、女性で、その後羅針を隠しながら流浪する、天使が持て余す展開と俗界を漂う女性という、ものだった。ファンデル・ウェイデンが活動した時代では、 こういう壺はマリアを表す象徴として、ごく一般的なものだった。また、ベタニアのマリアも懺悔するときに、キリストの足に壺にある香油を塗ったとされている。ルネサンス期までのマリアのイメージは、涙で、キリストの足を清め、自身の髪でその涙を拭ったというものだった。間末の目から抽出した、高価な香油を、キリストの足に注いだことから、マリアは、 声優の秘跡を象徴する聖女とされている。オリジナルの祭壇画の制作年度ははっきりとしていないが、1435年から1438年頃と考えられている。ファンデル・ウェイデンは1435年にブリュッセルの公式画家に任命されており、この祭壇画はそれ以降になってから描かれた作品であるとされている。 読書するマグダラのマリアを所蔵するロンドンのナショナルギャラリーでは1438年以前であるとしている。美術史家ジョン・ウォードはオリジナルの祭壇画がファンデル・ウェイデンの最初の名作であり、詩であるロベルト・カンピンからの多大な大きな影響が見受けられるキャリア最初期の作品であるとしている。ウォードはカンピンのウェルル祭壇画との関連性を指摘して、 制作年度は1437年頃ではないかとしている。ストックホルムの国立美術館が所蔵する読書するマグダラのマリアを含むオリジナルの祭壇画の一部を模写したドローイング。読書するマグダラのマリアよりも左側の部分が描かれている。画面左右側のひざまずいている人物像は先例者ヨハネであると考えられており、その衣装の一部が 読書するマグダラのマリアの画面左側に見られる赤いローブである。美術史家ジョンオードは画面右下隅に人物を配置するのはファンデル・ウェイデンの他の作品にもよく見られる構図であるとしている他の多くの初期フランドル派の画家と同様にファンデル・ウェイデンも19世紀になるまでは忘れ去られていた画家だった。このため ファンデル・ウェイデンの作品の多くが別の芸術家による作品とみなされたり誤った制作年代を割り当てられていた。ベルリンの絵画館が所蔵するファンデル・ウェイデンの傑作、ミラフロレスの祭壇画も1950年代までは誰の作品であるのか特定されておらず、重要な絵画とは考えられていなかった。 さらにファンデル・ウェイデン、あるいはファンデル・ウェイデンの弟子たちの作品が再発見、整理され始めたのは20世紀半ば以降になってからで、ある。そしてその過程で心眼が明らかになったり、読書するマグダラのマリアと、カルースト・グルベンキアン美術館が所蔵する2点の小作品のように、それまで作者未詳だった、絵画群が関連のある作品であることが発見された、ケースもあった。 読書するマグダラのマリアの来歴の最初のものは、ハールレム在住のコレクターの遺品が1811年にカッシーノで売却された時の記録で、この時点ですでにオリジナルの祭壇画から祭壇されていた。その後、ハールレム在住のドモアゼル夫婦マンの財産目録に記録されている。さらに初期フランドル派絵画の主要な画商だったニー・ウェンホイス兄弟。 パリ在住の美術コレクターのエドモンド・ボークザンと所有者が変遷し、1860年にチャールズ・イ・ーストレークによって、ロンドンのナショナル・ギャラリーが、初期フランドル派の小規模だが粒寄りのコレクションとして購入した。このコレクションには、読書するマグダラのマリアの他に、ロベルト・カンピンの2点の肖像画、シモン・マルミオンの遺体なども含まれている。 これらの作品群が購入された時期は、ナショナルギャラリーが、世界的な地位と名声を獲得し始めた時代でもある。おそらく1811年以前に赤いローブ、紅油壺、床以外の背景が、茶褐色の顔料で塗りつぶされていたと考えられており、この顔料の除去が開始されたのは1955年になってからだった。塗りつぶされていなかった箇所を筆頭に、全体として、 ガハダの保存状態は極めて良好で顔料の剥落などはほとんど見られない。読書するマグダラのマリアは1828年からナショナルギャラリーが購入する1860年までのどこかの時点で名前が伝わっていない職人の手によって元の多くのパネルからマホガニーのパネルへと移植されている。美術史やローン・キャンベルは移植された時期について 間違いなく1828年以降で、おそらくは1845年以降、そして1860年以前のことであるとしている。マホガニーのパネルへの移植時に使用されたとみられる、人工的に合成された、ウルトラマリンの顔料が発見されていることから、移植されたのは1830年以降であると考えられる。これに対し、 カルースト・グルベンキアン美術館が所蔵する2点の小作品は元のままの多くのパネルとなっている。ストックホルムのドローイングは1916年頃のドイツの記録に記載されているのが見つかっており、もともとはスウェーデンにあった可能性がある。現在スウェーデンの国立美術館が所蔵しているのは1918年にノルウェー人コレクターのクリスチアン・ランゴーの遺贈によるものである。 ありがとうございます。